日本近畿地方大阪府大阪市北区大深町大、深町は大阪府大阪市北区の町名。定番を持たない単独町名である。大阪駅の北側に位置し、東は柴田、南は梅田、南西は福島、大淀南、北西は中津に隣接する。大阪駅北地区、グランフロント大阪、淀橋カメラマルチメディア、梅田などがある。 元の町域は、現在の町域の中東部の一角に過ぎなかったが、1924年に南東部の旧北の松本町を編入、1944年に梅田貨物駅構内全域が大深町に統合された。現在の町域は、同じ旧北の村の一部である牛丸町、佐藤町の他に、旧下三番村の一部である中津南通りや、 旧曽根崎村の一部である北梅田町を含んでいる。旧北梅田町にあたる大深町南西部には昔、大阪七坊の一つの梅田墓地が広範囲にわたって存在していたが、その後梅田駅の開業に伴い整理が行われ、現在墓地は存在していない。柴田一丁目にある北向地蔵村は墓地の名残である。小林左平により建てられた孤児院も存在していた。 また、旧牛丸町にあたる大深町北東部は、梅田包みで行われた、牛の破入りのあった地の一つとされている。梅田貨物駅、梅田北ヤードの詳しい歴史については、梅田信号場梅田北ヤードの項目を参照のこと。グランフロント大阪が開業した2013年から2017年まで、大阪で最も地価が高い場所だったが、2018年に、 中央区の総衛門町に抜かれた。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、法日外国人観光客の入国が事実上ストップした影響から、インバウンド消費に支えられていた総衛門町など南の地下が大幅に下落したため、2021年に再び地下1位に返り咲いた。町名は、 大阪市編入以前の西成郡北野村寺を府家に由来しており、府家は深田を略したものである。その意味は、デ度ドの深い田を表していると考えられており、かつて、梅田周辺を梅田と言っていた時代に由演していると考えられている。なお、小深町という町名もかつて存在したが、現在は柴田に編入されている。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 淀橋梅田梅北広場、大阪府大阪市北区の町邸、朝一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、大深町の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。2019年10月4日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。 郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。